こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、建築基準法の単体規定について解説いたします。前回は単体規定の中でも防火関係について解説したんですけども、今回はそれ以外の単体規定について解説いたします。今日は大きく分けて2つですね。で、こちらの居室の方については採光と換気2つありますので、細かいことを言うと3つポイントがありますので、3つ頭に入れていただければと思います。まず1つ目ですね。1つ目は地下室に関するルールになります。住宅の居室だったり、学校の教室、病院の病室、こういった人が長時間とどまる部屋について、地下室だった場合、地下だった場合、壁とか床の防湿措置など衛生上必要な基準を満たすようにしてくださいといったルールがあります。で、基本的に地下室っていうのはすごく湿気がこもりやすいんですよ。で、そういったところで人が長時間ずっと滞在するようなお部屋の場合、防湿措置とかをしていないと、いわゆるカビとかがすごく繁殖してカビをどんどん吸っちゃう。そうすると健康上良くないですよね。なので防湿措置など衛生上必要な基準を満たすようにしてくださいねと、必要な措置をちゃんと取ってくださいねというようなルールにしています。で、これは衛生上の必要な基準を満たしてくださいということで、防火上ではないので、その点注意してください。地下室っていうところから、あ、湿気がこもるな、あ、そうするとカビとかがすごく繁殖してくるな、そうすると健康にあんまり良くないな、だから衛生上必要な基準を満たさないといけないなっていうふうに論理立てて考えていくと、頭に入れやすいんじゃないのかなと思います。防火とは全然関係ないですよね。そういうふうに理解をしておくといいと思います。で、続いて居室の採光だったりとか換気についてのルールになります。住宅だったり学校だったり病院だったり、そういったところにおいては太陽の光がちゃんと入ってくるようにしましょう、換気よくしましょうみたいなルールがあるんですね。で、採光については住宅の場合、この住宅ですね、住宅の場合はその居室の床面積の7分の1以上の面積で太陽光を取れるようにしてくださいねといったルールになります。これは住宅の場合は7分の1以上なんですね。で、学校とか病院だとまた違ったルールになります。違ったルールっていうのは数字がちょっと変わってきたりするんですね。例えば学校の職員室とかになってくると、これ10分の1でいいですよみたいな感じでちょっと数字が変わってきたりするので、その点はですね、細かい内容なんで覚えなくてもいいでしょう。まずは住宅ですね。住宅については7分の1以上っていうところを頭に入れておいてください。これは居室の床面積の7分の1以上です。例えばその居室の床面積が21平米でした。その場合21平米の7分の1っていうのは3平米ですよね。太陽光が入るような3平米以上の窓をつけてくださいねと、いうようなルールになります。で、換気、居室の換気については、これらの居室、全てにおいて言えるんですけれども、その居室の床面積の20分の1以上の面積の換気口をつけてくださいねというルールになっております。換気っていうのは吸気口だったりとか換気口って考えていただければ分かりやすいんじゃないのかなと思います。例えばその居室の床面積が20平米だったのであれば、1平米分の吸気口換気口をつければ大丈夫ですよといったイメージです。この2つについてはもう数字を覚えるところが重要になってきますんで、数字を覚えてください。あとは居室の床面積の7分の1、居室の床面積の20分の1なので、総床面積ではありませんよと、その部屋の床面積を基準にして7分の1以上なのか20分の1以上なのかというところも押さえておきましょう。その居室の床面積が基準ですよってことですね。総床面積ではありませんので、その点注意していただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。